こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。アマゾンの FBA の納品設定画面が新しくなりまして、新しい納品設定画面では、商品や梱包サイズを尋ねる画面が出てきます。FBA 納品設定で、商品発送する箱のサイズを入力するときは、単位を間違わないようにしましょう。インチやポンドで尋ねてきます。これアメリカアマゾンの画面ですけど、ちなみに1インチというのは、2.54cm。そして1ポンドというのは 453g です。これを間違えないように入力してください。もし自信がなければね、サイズと言ってこれ合ってますかというのでね、質問していただければチェックしますので、まあ、お気軽にあの尋ねてください、ね。こういう画面に入力してこれでいいでしょうかと聞いていただければそれチェックします。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。